はい、では進めて。まだ15やったよ。まだ近いな。キリがないな。どこから湧いて出てくる。キリはある。まったくだ。感心している場合か。のんびりはしてられない。敵を一気に叩くぞ。確認ができたなら私は進むだけだ。止めはしませんが無理は禁物です。私が最初に戦うというのはそれだけで意味のあることなのだ。守ります。行きますよ。守ります。これでどうです。その首で償い、あの世で詫びろ。あんましかっこよくないね、言ってる。意外に歯ごたえがないものだ。
天ヤドニット。もう少し私を楽しませろ。卑怯だと思わないでください。これが私の戦い方です。そこだそこだ。やっ、この戦いで全てが終わるわけじゃない。次の獲物も取りに行く。本領発揮、本領発揮。取れ、だって攻撃に転じることがあるんだぞ。やってやれ。お、復讐の位置。復讐の刺激。よっしゃ、俺の筋肉の勝利だ。魔法は便利じゃんね。わしの究極の魔法を発動せ。お、失敗したかも。この力があれば世界は自分に。消え。よっ、少し様子を見るか。常に押すだけが戦いじゃない。
そこだ、そこだ。愛の分かれ道はここにある。喰らえ。ハンガニーとかも来そうやん。これで終わりだ。私の本気の力を貴様に注いでやる。
通常攻撃の2が。尋常じゃないのね。じゃないといらんかな。捨てたことをレオンは分かってくれるだろうか。
守ります。厳しいな。行くぞ。戦術として捨てることも必要だと思う。嫌いなものを捨てる、当然のことじゃん。早速使ってみようぜ。無茶をするなよ。強くなってもな。
手加減したつもりはなかったんだが、まあね、次で決める。残すは敵の大将のみですね。どうしますか？変わらないよ。ただぶった切るだけだ。あ、遠距離に。うわ、遠距離の力1持ってないよな。変な右からか。遠距離の位置忘れたな。敵の頭を倒したぞ。これで勝利だ。ターン数が少ないのがいいなと思うけど。
なんかは防具手に入れたっけ。光なき道。よし、ということで。